バベル裁判所。私の名前は赤木啓作、東京地方裁判所の裁判長である。被告人には情状酌量の余地がある。よって禁錮3年執行猶予5年を言い渡す。ありがとうございます。証拠をもとに法にのっとった判決を下すのが私の仕事だ。私が裁判官になったのは父の影響だった。父は厳しく、私にも常に絶対的な正しさを求めた。そんな父と幼い私は折り合いが悪く、父のことが好きではなかった。だがある日、父は暴漢に襲われ重傷を負った。しかし判決は無罪。父ちゃん、こんなのおかしいって思わないのかよ。法と証拠によれば何も間違っちゃいない。啓作、お前も正しくあるんだ。この時は理解できなかったが、厳正中立を曲げることなく死んだ父をいつしか尊敬するようになった。そして月日は流れ、仕事中新しい裁判の資料を見ていると、見覚えのある名前が目についた。川村雄三。この男は確か、川村は25年前父が死刑判決を下した男。未だに刑が執行されていなかった。川村雄三は当時世間を震撼させた連続強盗殺人犯。なんだよこれ、ぼっちか。しけてやがんな。しょうがねえ、その分楽しませてもらうとするか。やめて、命だけは助けて。犯行は日本各地で行われ、被害者は15人にも及んだ。当初川村が10人を殺害したのは盗みの邪魔になるからに過ぎなかった。どうしたどうした、諦めるな。命は一つしかない大事なもんなんだぜ。しかし犯行を重ねるにつれ、その行為に快感を得るようになってしまったのだ。ああ、ユキ、ユキ。おい、嘘だろ、誰だ、誰がこんなことを。だけ、わめけ、次はお前だ。そか、お前がユキを。うわ、そうさ。そしてそこで転がってるボケも俺がやった。殺す、殺してやる。残念、死ぬのはお前だ。一人で生き残るのは寂しいだろうからな。あばよ。その異常性から精神鑑定も行われたが、問題は見つからなかった。あんたらも一回やってみればわかるぜ。やみつきになる。父は事件の内容やその精神鑑定の結果に基づき死刑を言い渡した。てめえも俺と同じ人殺しだ。てめえが死にやがれ。父と因縁のある原告に運命のようなものを感じていた。15件の事件すべてに物証や目撃情報がある。原告の関与は疑いようもない。裁判中も反省している様子はなかったようだ。思い入れのある相手ではあるが、市場は挟まない。厳正中立でなければならないのだ。そして私は熟慮を重ね、川村の訴えを棄却。しかし、まあいい、先生、次の請求も準備できているんだろう。おお、また再審請求だと。反省する気はないようだな。こうした死刑を遅らせる手口は、死刑囚同士の寄稿紙として一冊千円で売買され、死刑囚間で共有されているという。ここで浅野ひなたのワンポイント法律解説。刑事訴訟法第442条では、再審請求が刑の執行を停止する効果を有しないことが明示されていますが、死刑判決に対する再審請求中は刑執行を避ける傾向があるんです。延命するための小技は様々あるので、一つ紹介しますね。死刑囚の中には、再審請求に必要な3つの書類を1通しか出さず、裁判官の書類督促通知が来ても無視。このままだと請求を取り消す旨の通知が来てから2通目を提出。こうやって延命をする死刑囚がいるらしくて、こういう裏技も先ほど紹介した寄稿紙で情報共有されているらしいのです。以上、浅野ひなたでした。死刑確定から25年経っている川村は史上最長である。今回の再審請求も当然棄却となったのだが、なんだこの訴訟は。死刑執行の当日告知は残酷で違法だ。少しは人の気持ちを考えろ。川村は死刑の事前告知と損害賠償を求め国を訴えたのだ。死刑の執行は当日午前9時に告知され、教会室で1時間ほどの猶予が与えられる。そして前室で手錠と目隠しをされ、執行室へ向かうこととなる。ちなみに土日祝日と12月29日から1月3日の間は刑が執行されない。川村は長年収監されていたこともあり、執行を告知された死刑囚を何人も見てきていた。いやだ、死にたくない。次は俺の番か。いやだ、いやだ、死ぬのはいやだ。精神的に追い詰められた川村は人権侵害を訴え始めたのだ。この訴訟は世間でも大きな話題となり、賛否両論となった。
人を殺しておいて人権訴えるとか。死刑囚だろうが人権は守られるべき。日本は憲法第32条で裁判を受ける権利を保障している。当然の権利だ。当然訴えた者が誰であろうと無下にすることはできない。命惜しさに訴えてるのではありません。当日の告示では自分の命と向き合う時間がない。そうなっては反省もできません。私は人間として死にたいだけなのです。私は内心穏やかではいられなかった。そんな折原告側はある音声データを提出した。これは昭和30年に拘置所の所長が密かに録音したものです。当時は一部の拘置所では事前に告知しており、この死刑囚は2日前に告知されました。これはその死刑囚が姉と面談した際のやり取りです。姉さん、長い間ありがとうございました。どうかお母さんにもよろしくと申してくださいね。そして子供のことくれぐれもお願いします。姉さん、もう泣かんで笑って別れましょうよ。姉さん、さようなら。音声には執行直前の肉声も記録されていた。こんな悪いことをあの時せなんだらよかったとね。今になって思うんですよ。今になって後悔するんですよね。これがあるべき死刑の姿なのです。実際の音声も合わさり、その主張には説得力があった。しかし死刑執行の告知が直前になったことにも訳がある。事前に執行を告知された死刑囚が自ら生を諦めてしまうことがあるからである。その事件以降は死刑囚の心情の安定を確保するためとして執行直前の告知となったのだ。裁判の注目度は日に日に増していった。死刑は国家による殺人だ。川村さんが無罪の可能性もあるわ。中には川村をかばうような声も上がっていた。これを川村が利用しないわけがない。憲法で公務員の残虐刑は禁止されている。よって死刑は違憲だ。川村は執行を遅らせるのではなく回避しようと考え始めたのだ。世界的にも死刑が廃止になって、今や死刑制度がある国が少数派。しかも日本は公主刑、残酷極まりない。俺が殺した奴らはみんな苦しそうだったぜ。川村さん、おっといけねえ。この裁判が続く限り法はあの男に罰を与えない。だが私がそれを許さない。超法規的な真の裁きをくれてやる。その日川村はまるで勝訴したかのように拘置所へ戻っていった。どうにかしてこの塀からも出らねえかな。今日から新しい棒だ。ついてきなさい。すでに川村には自分の罪と向き合う気など毛頭ないのだ。そんな罪人にふさわしいのは独房ではなく裏裁判所である。なんだここは。話しやがれ。なんだよお前その顔。これより裏裁判を開廷します。法と証拠で裁くのが表の裁判なら、真実のみで裁くのが裏裁判である。被告人は自ら法と人の道を踏み外したにもかかわらず、それを利用して延命してきました。これは法と正義への侮辱です。即刻死刑を求めます。ふざけんな。俺を棒に戻せ。やかましい。死後は慎め。怒りの絶点を超えた私の血液は古傷を突き破り吹き出した。あなたんちきが。それでは判決を言い渡す。死刑だ。被告人を執行室へ連れて行け。やめてくれ。安心するがいい。お望み通り自分の命と向き合う時間は与えよう。この縄はゆっくり上に上がっていき、お前の首をゆっくり締めてく。自分の命と罪に向き合うには十分な時間だ。助けてくれ。やめてくれ。あげろ。片足でのつま先立ち、長くは持たないことは明白だ。いいことを教えてやろう。通常の死刑では拘守台から落下した瞬間に気を失うことが多い。場合によっては首の骨が折れて即死する。つまり苦しまずに刑を終えられる。それを放棄した貴様の償いはただの死ではない。苦しんで死ね。そして午前4時27分、死亡が確認された。あとは頼みましたよ。お任せください。こうして真実のみによって人を裁く裏裁判は閉廷した。翌日、川村は獄中で病死したと発表された。川村さんは国に暗殺された。川村さんの無念は私たちで晴らします。当初は陰謀論などが囁かれ大騒ぎになった。しかし新たな大事件に関心は向けられ、いつしか騒ぎ立てる人はいなくなっていた。私は孤独に被告人たちとその罪と向き合い続ける。自分の正義が闇を照らす光となることを信じ、私は今日も裁判所へ向かうのだ。
シンゼルは培われてきた技術か評価者の意見か。ある日、伝統的な和菓子店が口コミサイトに自身の店を登録。確かな技術が評価され、お店は大繁盛。しかしある日、悪質な口コミでレビューはあふれかえり、店主は絶望に瀕する。悪質口コミを投稿したその衝撃の人物とは。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録をして見逃さないように。